すごいこれ。やばいですか、ひろしさん。もっちゃんこんばんは。何メートルぐらいだろうな、これ。100メートルぐらいかな。100ちょっとあるか。ちょっと挨拶が抜けたら許してくださいね。ニカさんこんばんは。ハルウララさんもこんばんは。これ、というか電波大丈夫なのかな、これ。中入って。タエさん、こんばんは。タツヤさん、こんばんは。ちょっと挨拶抜けますね。許してくださいよ。タエさん、初見ですか？ありがとうございます、タエさん。基本僕、金曜日一人でやってます。で、連休中はちょっとランダムに。不定期にやらさせていただきます。一人なので登録と応援よろしくお願いします。芝さんこんばんは。怖いですか？ちょっとこれ電波が微妙かな。通過できたらいいけど。ゆうこさん中いる？何がいるんですか、ゆうこさん。いきなり。中いるって ?KKK さんこんばんは。ラグナさん、こんばんは。はい、マリさん、ありがとうございます。皆さんも、いいね、よろしくお願いします。怖いな。何が中にいますか？電波は、今のところ大丈夫。いや、これ、牛も映せるライト持ってくるべきだったかもしれないな、こりゃ。この場所はどこですか？場所はちょっとね、後で言いますね。最後にですね、ないとは思うんですけど、凸があったらいけないので、まあ、旧トンネル、旧、〇〇トンネルで、まあ、昔ですね、この付近で列車事故があって、40人近い方がお亡くなりになられてて、兵隊が苦心する声とか、声がしてます？まあ、列車事故で亡くなった親子の霊が目撃されたりとか。ミルクさん、ユキボンバさん、こんばんは。もざもざ。でもね、電波はまだ3本あるんで。ちょっとメガネ取った。ちょっと行けるとこまで行って、あんまり険しいようなら U ターンして戻りますんで。これはちょっと険しいかな。かなり。そして嫌な感じがする。もうね、何年もこれやって、何これ、あ、また道に出た。はい、芝さん。もっちゃん声してる？ちょっと待ってください。どこだ、これは。
ああ、こっちは行けないな、さすがに。かといってこっちも行きたくないな。こっちは山の中になる。どこだろう。うわあ、ほんと嫌な感じが。家がある、家が。こんなとこに家がある。人が住んでる。これ、どうなんだろう。私有地になるのかな。怪しまれる。警察に通報されるから、こっちやめとこう。警察に通報される。やぶそうですか。チャムチムさん、こんばんは。進んで大丈夫かな、これ。行きたくないな、できたら。ちょっと草が邪魔だな、これ。よいしょ。わあ、右に家がある。ちょっとね、あんま行きたくねえな、これ。モカ娘さん、こんばんは。甘い歌とつや湯は何ですか、それ。はい、落ちないで。千和国さん、こんばんは。千和国さん、レンレンさん、こんばんは。千和国さん、大変だと思うんですけど、ここまで来たらちょっと降りて確認してみようか、左右を。いやー、これすごいな。でもうわー、廃屋が出てきた。これ廃屋？ちょっと待てよ。怖いな。なんか出てきたけど。倉庫か？ここは一体どこなんだ？迷子になるぞ。え？でも下から車の音が聞こえるということは？壊してますね、もう。何なんでしょうか。ちょっと流れたら許してくださいね。はい、千和国さん、頑張ってくださいね。上にも何かあるっぽいけど、気持ち悪いな。うわ、なんか、ほこりっぽ。崩壊してますね、もう。何なんでしょうか。ちょっと流れたら許してくださいね。はい、千和国さん、頑張ってくださいね。上にも何かあるっぽいけど、気持ち悪いな。うわ、なんか、ほこりっぽ。思いっきり吸ってしもうた。なんかね、不気味なとこが多いな。こっちも何かあるし。あ、じゃあこれね、迷子になるわ。迷子になる。あ、今のウーは僕ですからね。今のウー僕ですよ。これね、もうやめとこ。迷子になる。迷子になる、本当に。これなんだろう。今のウー僕ですからね。うん、あの咳したのは僕ですから。ちょっとこれやめとこ。ほんと迷子になる。声がした？あれ多分僕ですよ。間違いなく僕ですから。こっち行ってみよっか。僕じゃない声、僕ですよ。今のは僕ですよ。間違いなく僕です。電波、おこまさん、こんばんは。俺の声じゃない、なんか言わないでくださいよ、怖いから。電波ありますよ。電波ありますよ。怖い怖い怖
怖い怖い。モザイクおかしいな。トンネルもう来ましたよ。ほら、近道だった。トンネル出た。もう一回向こう行って。うん、電波ね、3つぐらい立ってますよ。4本になったり3つになったりはしてますけど。おう。こうすると前が見えないから怖いしな。お、怖いな。前が見えないから怖いわ。地震大丈夫ですか？空気が揺らいで見える。大丈夫ですか、チン？はい、水分補給ですね。地震大きいですか？声？お、何？ちょっと待って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 。声聞こえたらおかしいですよ。お、モザイク？うん、電波3つありますよ。なおかつさん、たびたびすいません。なおかつさん、ありがとうございます。なおかつさん、ありがとうございます。ライトから煙が出てるの、爆発するんじゃないんだろうな、これ。めっちゃ熱いです、ライトが。おお、光ったな、こっちが。笑い声？ないのも確かにですね、ありますね。画像処理が追いついてないのか。おお、びっくりした、なんかおかしい。向こう、スッて言った今。なんか足音っぽいのが聞こえた。スッて。こうやって、こんな音がした。ちっちゃい音。ほら、すごい音。カツン。なんだ今の。岸岡さん、聞こえまして？聞こえましてじゃないわ。聞こえました？ゆきさん、こんばんは。やり返した。やり返したんか。カモが顔に見える。今したのは僕ですかね、もっちゃん。まさまささん、こんばんは。今のは僕ですからね、わざとにやったんですよ。さっきですね、なんかその前に一回こうなんかスッとするような音がしたんで。その前に、もっちゃん、マジですか？僕が反応したとこでしょ、それ。正面顔？顔は見えますか？マジですか、もっちゃん。原田さんもあんまり長居しちゃいけないって言われてるみたいですし、もうあと、そうですね、10分ぐらいですかね。
そうですね、不動産屋さん、僕は大体もう一日、ちゃんと寝れればですけど、寝れなかったらきついですけど、もう寝てしまえば大丈夫なんです。長かったと引かれた、チャットに入れなかったです。あ、マジです。おお、びっくりした、すぐ後ろでこんなカツって言った。 すぐ後ろでしたよ、今。おお、 ちょっと待って、逃げろ。今度はこっちでカツって言った。なんか落ちてきたのかな。 ちょっと待って、ビビりすぎじゃん。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。ちょっと一人だから怖いな、余計に。 ちょっと焦った。 ちょっと焦ったぞ。前で音がしたと思ったら今度は後ろだった。ちょっと焦った。ちょっと誰かね、後ろ見てくれる人がいればいいんですけどね。怖いな、これ。びっくりした。何がいるんだろうな。誰かいるのかな。ビビるマサさんが結構好きですか？ 臨場感伝わるでしょ？ まあ、オッケー、はあ、よかった。何、女性？ 女の声する？いやー、聞こえないんですよね、現場、全然、本当に。どちらかというと、僕、何回か太い声が聞こえたのと、一瞬、なんか、女の子っぽい声も向こうで聞こえたんですけどね、それ以外、全然何も。ただ、向こう側で気配をしましたけど。女性のウーがバッチシ？なんか動物が、動物がすごいな、これ。聞こえないですね、でも現場は。さあ、あと30分ほどで、うお！びっくりした、今なんか聞こえた。なんか今一瞬うって聞こえたんだけどな。皆さん聞こえてないですかね。すぐそばで。ええー、聞こえてないですか。僕が聞こえたものはそちらには聞こえないんですね。僕に聞こえるときと聞こえないときがある。あ、みーこさん、それ僕が驚いた瞬間になんか聞こえませんでした？ゆきさんも。わからないか。なんか一瞬聞こえたんですけどね、すぐそばで。みたいな。みたいな。マリコさんは聞こえた。聞こえた方とそうじゃない方がおられますけど。ああ、わからない、葵月さん。おう、何の音？今のカツンは何だ、おい。太い声、低い声。聞こえた、みんこさん。たくさん聞こえてる。ね、ベニーさん、カタって言ったでしょ。そんな音がするようなもん、周りにないですけどね。なんだ、今のカタっていうのは。周りはね、落ち葉が落ちてたり、するんですけど、あんなカタっていう音のするようなものがないんだけどな。ちょっとトンネルを行ったり来たりしましょうか。怖いことですね。なんかね、皆さんが声が聞こえたとか、僕にかぶっても声がしたとか、女の人の声が聞こえたと言ってますけど、ちょっとかすかに僕もなんか聞こえましたけどね。ちょっと皆さんが言われるほどのものは僕は感じれませんでした。
めっちゃモザイク？なんでだろう。電波3つ立ってますよ。電波3つありますよ。ん？原田龍二さん？このトンネルどうしましたか？来たことありますか？何か感じましたか？奥に見えた赤い光は何だったの？車が止まってますけどね、僕のブレーキランプですかね、車が走ってますのでだと思うんですけども、そうですね、走ってる車ですね。何？なんか音がした。声がしてる？声聞こえませんよ。おい、びっくりした。声した？声してないですよ、声。声ですね。僕の謎が鳴ったんだと思いますよ。まみりんさん、こんばんは。原田龍二さん、このトンネル、このトンネル何ですか？なんか気になるな。原田さん、なんかこのトンネルって何か感じましたか？おお、びっくりした。みーこさん、僕の喉だと思いますけどね、僕の喉たまに鳴るみたいな、喋り始める前に。おお、びっくりした。喉じゃない。あ、気になるってことですね、原田さん。どっか気になるとこありますか？このトンネルいるよ、注意。何がいますか？マジですか、桃色小僧さん。ごめんなさい、ちょっとくしゃみが出るかもしれません。自分のくしゃみが意外に大きいから、それにびっくりした。行きましょう。ちょっと一回、もう一回出てみましょうか。おい、プレートナンバーが映ったらいけないから、ちょっとこっち映しますね。で、おい、なんかおかしいの。ゴッドブレスユー。ゴッドブレスユー、どういう意味ですか？くしゃみってことですか？ゴッドブレスユー。また新しいのが来ましたね。ちょっと出ますよ。ちょっと怖いです、今。なんか、出入り口がちょっと気になりましたけどね、今。出入り口が。その辺がすごい気になった。ゴッドブレスユーの後がちょっと怖かったんですけど、なんだろう。原田さん、なんか怒ったでしょ。気のせいですかね。ゴッドブレスユーの後がちょっとおかしかったですよ、この辺が。気のせいかな。はぁ、あ。ううって言いましたか？原田さんよくですね。女の声がした？女の声どこでしました？親父が行くさんまで。あ、言わなきゃ、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。なんでですか？入り口で、あたりで声がした。ああ、でしょ？ん？でしょ？でしょっていうか、どうなんだろう、僕の言うタイミングなのかどうかは知りませんけど、原田さんがゴッドブレスユーって言った直後、嫌な感じがしたんです、この辺で。原田さん、なんか送ったでしょ。里見のペットチャンネルさん、こんばんは。まだうう言ってます？
まさみさん、こんばんは。何体もいる？マリコさん。いろんな声が聞こえる。さゆりさん、こんばんは。あ、僕が言ってたタイミングですか？気のせいだとは思うんですけどね。今もしました？え？今は、いるのかな？じゃあ、ここへ。ちょうどこの辺りでしょ？この黒いシミがあたりなんで、原田さんがゴッドブレスユーって言ったの。その直後ぐらいにすごい、うわ、ちょっと待って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 。びっくりした。びっくりした。親父がいくさん、ごめんなさい。今日ですね、里帰りしてて、ライブするかしないかちょっとまだわからなかったんで、念のために一応持って帰ってとこうかなと思って、必要最低限のものしか持ってきてなくてですね。今のは動物ですね。今日持ってきてないんですよ。デジカメ。ごめんなさい。なんかここ気になるんですよね、この辺り。原田さん、なんか感じませんかね、この辺り。さっきからこの辺りすっごい気になるんですけどね。あ、後藤さんも？マサさんがびっくりしたタイミングで声がしましたか、あげみさん。坂口さん、こんばんは。また？カヌレラさん、こんばんは。今までに聞いたことないおじさんの声？マジですか、しまるさん。ちょっとですね、時間を覚えておいていただけたら嬉しい。あ、まあいいか。この辺りです。原田さんが、ゴッドブレスユーって言った後、あたりをちょっと僕も覚えておきます。